ちらの牡蠣ですか？岩手県ですね。岩手、毛ガニです。ソースは何ソース？ウニと卵黄です。少しだけ山椒が入ってます。これ青森のあん肝ですね。上に乗ってるのがわさびと、スイカの奈良漬けを和えたやつなんで。ちょっと火が入ってるんですか？皮面湯引きしてますね。湯引きです、はい。もっとちっちゃくしてほしかったら言ってください。はい、基本でかい、でかく握っちゃう。あ、そうなんですか。そうそう、ここ食べ応えすごいから、うん、でかっ。あとかっこよさ、かっこいいっすね、やっぱスタイリッシュですね。うん、食べ応えがもう最高です。ネタもネタも結構でっかく切りつけちゃってるんで、うんうん、今日のマグロですか？はい。マグロはどちらから仕入れる？これ千葉県の勝浦。金ですか？110キロぐらいですかね。マグロの赤身です。いや、綺麗。いや、うまいですね。マグロって感じしますね。海でいうとどこになるんですか？背中ですね。赤身ですけど、結構刺しが入ってます。そうですよね、はい。マグロ蒲田です。うわ、うん、美味しい。佐野さん、これ2枚漬けですか？2枚漬けです。これ江戸前の小肌です。茨城県鹿島の玉出です。三重県佐原です。これも江戸前のアナゴです。やっぱりでかいっすね。一匹漬けメソッコでちっちゃいの買って一匹丸々、ちょっとでかいですけど、この代わりにホッキ貝ですね。浜さんがもう直接送ってくれてるんですよ。わあ、すごい色変わった。色変わった。でかい。まあ、握り食ってるって感じしますね。なです、まあ、僕の半分ぐらいのところとかもありますもんね。ありますね。確かに 1.34 貫分ぐらいのサイズが多分あると思います。ネタとかシャリ大きくしてるのか、はい、どんな思いというか、なんかあるんですか、こだわりが。やっぱりお寿司だからですかね。大きい方が僕は美味しいと思ってるんですよね。あ、なるほど。ちっちゃいと食べたかんないというか、うんうんうん、やっぱ大きくてバクってやってもぐもぐした方が、うん、お寿司の美味しさが伝わるのかな、うんうん、でもありがたいです、寿司好きとしては。